皆さんこんにちは。日本ライトハウス盲導犬訓練所の桑木です。今日のニポラチャンネルは、盲導犬ができること、盲導犬のユーザーになったらどんな感じだろうをテーマに、盲導犬と一緒に歩く場合の基本的な指示語や歩き方をご紹介します。はじめに、盲導犬と一緒に歩くとき、白杖と同じように道は盲導犬ユーザーが覚える必要があります。残念ながら自動ナビゲーションのようなことはなく、ユーザーがルートを覚え、そのルートを頭の中で描きながら盲導犬へ指示語を出し、そして盲導犬と会話しながら歩きます。今日はデモンストレーション犬のロミーと一緒に歩きます。歩道の縁石、もしくは橋切れ目の白点と横断、歩道の縁石に近づいてきたら、盲導犬ユーザーはツーザカーブと指示棒を出し、盲導犬に縁石まで向かわせます。縁石で止まったら、今回の子は男の子なのでグッボーイ、女の子の場合はグッガールとなりますが、言葉でグッボーイと言葉で褒めて、盲導犬を優しく撫でてあげます。止まった後は車の音などを確認し、安全なタイミングで盲導犬ユーザーがフォワードと進めの命令語を出し、一緒に横断します。対面の歩道に上がったら止まらず、歩きながら再びグッボーイ、女の子の場合はグッガールと言葉で褒め歩きます。歩道の縁石の発見と横断、ツーザカーブ、ツーザカーブ、歩道の縁石で止まる、グッボーイ、ロミー、ゲッフォワード、グッストレート、グッボーイストレート、歩道に渡る、オッケー、グッボーイ、ゲッストレート、よし、ストレート、いいよ、ロミ。信号の横断。OK、カーブ。ロミ、ツーザカーブ。グッボーイ。縁石で止まる。グッボーイ。信号が青に変わる。OK、ロミ、フォワード。ストレート。ストレート。歩道に渡る。ストレート。グッボーイ。音響信号がある場合は、横断する青信号の音響が鳴ったら横断します。信号があってもなくても、盲導犬は信号の色が分かりません。道路を横断する判断はユーザーがします。音響信号、ロミ、フォワード、グッボーイ、オッケー、ストレート、はい、グッボーイ、ストレート、オッケー、オッケー、まっすぐ、そうそう、ストレート、まっすぐに進む、オッケー、グッボーイ、グッボーイ、ストレート。続いて、歩道のない道路の左側通行と角の発見横断、または左折。歩道のない道路では、盲導犬は原則左側通行となります。したがって、盲導犬は建物側、ユーザーは道路側です。左側の建物、もしくは壁や道などが切れた箇所が角となり、一旦停止します。この際も縁石停止と同様に、指示後はツーザカーブです。信号はありませんので、車の有無を確認し、フォワードと進めの命令を出し、一緒に横断します。横断中はまっすぐ進みたいので、歩きながらストレートで指示号を出し、直線をより意識させます。カーブ、左折したい場合は
角で停止後、体の向きをその場で進行方向に変え、レフト。レフトの指示を出します。歩道のない道路の横断。さあさあ、ストレート。OK。いいよ、ロミカーブ。ツザカーブ。角で止まる。OK。ロミ、フォワード。グッボーイ、ストレート。OK、ストレート。ストレート。そうです。OK、グッボーイ、ストレート。左折。ロミカーブ、ツーダーカーブ、グッボーイ。体の向きを変える。OK、レフト。そう、レフト。続いてドア。目的物に向かわせる例としてドアがあります。指示語はツーザドアです。ユーザーがある程度ドア付近まで来れば、指示後ツーザドアを出し盲導犬に向かわせます。他には駅の改札はツーザゲート、さらにはエスカレーターやエレベーターなどもあります。続いて階段。階段は上りと下りに分かれます。上り階段は To the first step の指示語を出します。盲導犬は前足を1段目にかけて停止します。停止後ユーザーが足で1段目を確認できたらフォワードを出し一緒に上ります。終了後は止まらずそのまま進みます。下り階段の指示語は通座ステップです。盲導犬は階段を降りず段差の手前で停止します。ユーザーはすり足で段差を確認できたらフォワードを出し一緒に降ります。終了後は止まらずそのまま進みます。踊り場のある上り階段。ファーストステップ。ファーストステップ。グーポー。1段目で止まる。ベリーが。フォワード。グーポー。ファースト。ファーストステップ。グーポー。フォワード。ファーストステップ。ファーストステップ。グーポー。フォワード。そうそう。下り階段。ツーザステップ。ツーザステップ。段差の手前で止まる。フォワード。ツーザステップ。ステップ。グッボーイ。フォワード。今日は盲導犬と歩く上で盲導犬ができること、基礎的な歩き方を紹介しました。他にも障害物を避けたり、バスや電車を利用する方法もあります。ただし、日本には盲導犬を育成する団体が11施設あります。今回はあくまで日本ライトハウスの場合になります。なお、ニポラチャンネルでは日本ライトハウス盲導犬訓練所の紹介動画もありますので、ぜひそちらもご覧ください。最後に、盲導犬は白杖や手引き歩行とはまた違った魅力があります。ご興味のある方はぜひお問い合わせください。盲導犬を街で見かけた時は優しく見守っていただき、困っていそうな時はユーザーさんへお手伝いしましょうかと声かけをお願いします。